今指導してるチームに話したりするときあるんですか？SNS とかまでの話はそんなにしてないですけど、うん、まあでもそのなんていうんですかね、こう SNS に限らず僕たちの大学ではこう例えば LINE1 個にしてもそういう文章とか、うん、そういうのも細かく日頃から言われてるんで、そこら辺はあ細かく日頃から指導があるんですね。そう、やっぱりそれ総監督のやっぱりしっかりしていらっしゃる教育というか指導というか、はい、ああなるほど。まあそういう意味でちょっと、まあ、1月ぐらいですかね、今年のなんかまあ今ジビロのね古川選手のちょっとしたこうつぶやきというか心の声がツイッターに出てしまって、なんかそこそここうねあのざわざわしたことがあったっていうのを見たんですけど、あれはどうですか、あれについてはどう思いますか。なんかねそのまま多分素直にも、まあ、物足りないっていう気持ちが出ちゃったんでしょうけど、その対戦相手のトレーニングマッチですかね。はい、まあそうですね、うん、まあね、若いと言ってしまえばそれまでなんですけど、うん、まあもう今ツイート自体はこう本人で削除はされてるんですけど、うん、その SNS 研修でも言われてたんですけど、自分で削除しても一回ツイートして、うん、誰かが例えばリツイートとか、うん、まあ、保存してしまった時点で一生残ってしまうんで、うん、まあ、そういう部分で言えばね、こうプロサッカー選手になる、うん、まあ、サッカー選手に限らずだとは思うんですけど、まあ、そういう部分ではまだまだこう未熟な部分というか、うん、でも消されてるっていうことは何らかの指導が多分チームから入ったんじゃないのかなっていうのは予想されると思う。多分自分でまずいなと思って消したのか、うん、それともまあチームから、うん、まあ、なんか指導が入ってこう消したのかわからないですけど、でも何らかのことがあって多分ツイートは消されてるんで、うん、まあそうですね、まあ確かに若いといえば若いとは思うんですけど、うん、まあその自分がJリーガーになった、うん、プロサッカー選手になったっていう自覚とか、うん、責任とか、うん、自分の発言一個でやっぱりいろいろなことが変わってしまうんで、うん、まあそれだけではないですけど、こうやっぱり相手をリスペクトするところとか、まあ、その今のこの、ね、コロナ禍の中で練習試合をやれてる状況などいろいろこう考えると、やっぱりこう当たり前ではないんで、その練習試合がやれてるとか、うん、トレーニングは充実して行われてる環境があるとか、うん、まあ、そういう部分でいけばまだまだこう未熟な部分というか、これからまあいろいろ学んでいくとは思うんですけど、まあ、そこら辺がまだちょっと高校生だなっていう感じですね。なるほど。鈴木純もちょっと危ないなって思ったことありますか？危ないというか、あ、気をつけなきゃなって思ったこと、そのルーキー時代、あ、こうプロになるとそうか、こういうところにも気使わなきゃいけないのかみたいな、あのちょっとプレートとかちょっと別でですよ、こういうなんか SNS っていうんですか、うん、うん、なんか話を聞いてみると、ああなるほど、そうかそうだなっていうのがすごくよく分かったんですよね、今説明してもらって。まあでもそ、僕はそのなんていうの、古川選手のように、はい、めちゃくちゃこうね有名どころで入ってきてるわけじゃないですか、古川選手って。そうですね、静学であれだけの、
そうですね、実力があって、うんうん、すごいいろんな人からの期待がやっぱり大きかったんで、うん、まあ、そういう意味で言えば、うん、注目度が多いだけあって、うん、ツイートしたら一瞬でこうちょっとざわついたなっていう印象があるんで、うん、僕の場合はそこまでこう、うん、有名どころとかっていうわけではなかったんで、うん、あれですけど、まあでもそのなんていうんですかね、オフの時というか練習後とかその練習以外の部分で、うん、やっぱりこう、まあ、例えば誰々選手がどこどこにいたとかっていう、うん、SNS とかでこう、うん、やっぱり投稿したりする人もやっぱりいるんで、はい、そういう部分ではやっぱりこう何をするにしてもというか、うん、やっぱり気は使わなきゃいけないというか見られてるっていう意識はやっぱり持たなきゃいけないなっていうのは、うん、やっぱり思いますね。なんか息苦しいですね。息苦しいっていうか、うん、大変ですね。なんかね、本当に、うん、大変って言っちゃえばそれまでなんか簡単に言っちゃいましたけど、今なんかその、うん、まあ、プロになる見られる商売っていうののなんか厳しさというかキラキラしたところに行くんですけども、やっぱそれとに伴ってそういう代償があるんだなっていうのは改めて思いました。まあそうですね。まあでもそれは仕方ないというか、まあ、うん、そういうところを狙ってる人たちもやっぱりいるんで、そうですよね、うん、そういう部分で言えばね、まあだから芸能人とかよくこうスクープ取られたりするから演奏したりいろいろするわけじゃないですか、うん、はい、僕はまあしなくても大丈夫だったんで。あ、してないんですね。してないです。しなくてもそんな取り上げられる選手ではなかったんで。なんかしてたらね、ちょっとその時のなんかね、サングラスとかしてそうですけど、大きいの。いや、してないっすね、本当に、うんうん、まあでも、やっぱり気はやっぱり使いますけど、うん、そういうとことも、そういうこととも、こうなんかうまくやっていかなきゃいけないんですね、やっぱね、プロサッカー選手、いや、プロ選手は、そういうね、そうですね、やっぱ見られる立場なんで、うん、はい、そこはね、ファンの人からしたら期待もやっぱり大きいと思うし、こう何してんだってやっぱり思うような、うん、思われるような行動をしていたらやっぱり、ね、そこはね、選手としての自覚をやっぱり持たなきゃいけないと思いますし、まあ、だから今なんか特にね、コロナ禍の中なんで、はい、まあ、外食するにもやっぱり気は使うというか、いけないと思うんで、なかなか、うん、やっぱそこら辺はよりこう周りの目は厳しくなってるんじゃないのかなっていうのは思いますね、はい、そうですね、そうなんか、そうです。そこでなんかどっかで写真撮られて、はい、ね、例えば誰かとなんか遊んでたとか、ご飯食べてたとか、ね、そんなのが、ね、写真撮られてツイートされた日には、ね、何してんだってやっぱりなっちゃうわけじゃないですか、はい、いやなるほど、まあ、そういう SNS 対策とか、 なんかそういうマスコミ対策、メディア対策っていうのをちゃんと J リーグでもやってるんだなっていう、まあ、まあそれはそうなんですけど、今日はちょっとそういう話が聞けたんで、はい、なんかいろいろ勉強になりました。いえいえ、そう、ありがとうございました。この番組では、まあ、こういうなんでしょうね、こうなかなか世に出てこない、まあ、これは世に出てくるかもしれませんけど、そういう出にくい情報とか、そういったこともちょっと踏み込んで皆さんに発信していければなと思ってますので、ぜひチャンネル登録といいねボタン、それからコメント欄からいろいろ感想やご意見など、ね、お聞かせいただけるととてもその番組作りに活かしますので、よろしくお願いいたします。鈴木さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。